人の命運は天に輝く星が示す。世を騒がした黄金の乱の首謀者張角はその肖像とともに消えました。しかし戦乱は続き、大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため英雄たちもまた動き出します。帰ったのかい校長、老子が心配していたぞ。お客さんかい？珍しいね。うん、そんなところ。ごめん、急いでるから。老子様、老子様。山に妖魔が現れてね、老子が調べに向かったよ。ありがとう。老子様が心配だわ。でも山に行くのならしっかり準備しないと。老子様を見つけないと。山頂に向かってみましょう。任せて、山は私の庭みたいなものよ。なんか嫌な感じがするわ。よく見てね。この辺りきっと何かあるはずよ。Yeah!
老子様の戦術は里の中でも随一、多分大丈夫だとは思うけど。はあ、もういい年だから少し心配なの。ひゃっ、you
老子様から怒られて竹林に隠れて、そんな時はいつも迎えに。ごめん、それでもないの。修行道具ね。子供の頃はよくこんな風に散らかしていたわ。兄さんやあなたみたいに私も強くなりたい。気の乱れが大きくなって、この感じ構造を決めているわ。くれぐれも気をつけて。弱すぎたかしら。その品でさらに活躍できるかもね。てやっ、敵陣陥落、やったわね。どんどん行きましょう。しゃあ任せろ、人暴れしてやる。
手間しないから。おう、世話かけたね。ありがとよ。絶対返す。あなたが助けてくれるもの、私は大丈夫。思っていたより手強いわ。あと一息、いけるわ。この勝利、きっと未来につながってるはず。ふう、助かったぞ。身の内より気の湧く源、これすなわち鍛錬。使いようによって気は千にも世にも転じよう。天中の山に隠れ住むわしが千気を操り術となす同志。悠久の時をまたに世の行く末を見守ってきた。しかれど打ち続く戦乱は世を悪しき気で包み、昨今は凶悪なる妖魔さえはびこる始末。ここに王太も何かの縁。一つ共に妖気の元凶を突き止めてみるか。乱世に光をもたらす気の持ち主よ、タクタクもお主を気に入ったようじゃ。まさかこの山まで妖まで溢れてしまうとは。漂う妖気が耐えておらぬ証拠じゃのう。老子様、無茶はなさらないでください。お主に言われるとは。年は取りたくないもんじゃ。何か分かったようじゃの。急いで戻るか。なるほど、黄金どもに妖気があふれておったのはやはりそのせいか。心当たりがある。確かこの辺りにあった。これじゃ。からなる丹薬は莫大な気を得てこそ真の丹薬へと昇華する。莫大となれば戦や災いによる多くの死がなくば得るは死な。加えて陽気を集める器となるは人の身に宿る丹田。耐えうる丹田を持つは
古の竜の一族に連なる者のみだという。この真の短役とやらが騒動に絡んでおるとみて間違いなかろう。同志様、竜に乗った同志に心当たりは？邪法に手を出す同志なぞ5万とおる。じゃが容器をたどれば正体を突き止められるやもしれん。じゃあ次は都じゃな。洛陽の猿高官に穏やかでない噂が尽きぬ。行きましょう。くれぐれも気をつけてな。交渉を頼む。向こう水なところはあいつとそっくりじゃ。 ん？